濁川は、長野県北作郡軽井沢町、三代田町、作市を流れる川で、信濃川水系の一級河川。長野県東進地方、北作郡軽井沢町西部、浅間山の南にそびえる石見琴山の東側に橋を発し、南南西の方向で、直線的に流れ、三代田町を経て、作市塚原にて流れを西に変え、塩灘で千曲川に合流する。 長さは1 7トルである。その名が示す通り、濁った水が常に流れている。周海岸の奥から湧き出る源泉は、硫化水素の強い匂いを放ち、渋みがある。水の色は、湧き出た直後こそ澄んでいるものの、硫化鉄や有利炭酸も多く含んでいることから、数十メートル硫化するうちに褐色に濁る。源泉から、 下流の標高1000メートル地点までの間の川底には赤みがかった褐色の沈殿物が厚く積もり固まっている。上流では流路の周辺で孔子小僧を採取することができる。1965年から源泉の成分と火山活動の関係についての研究が行われているが詳しいことはわかっていない。赤村山に直接付随する地下水だとする説もある。 源泉の近くには、褐色の水をたたえる地の池や、おは黒池があり、さらにそこから、若干下ると、落差9メートルの滝になっており、これは、地の滝、または、赤滝と呼ばれている。なお、地の池近辺は、地図上では、軽井沢町のように見えるが、下流で、濁り川の水を利用する三代田町の飛び地となっている。流れる途中で、支流や地下水が合流し、 軽井沢町を過ぎて、三代田町に入る頃には、水量が増え、色も薄めの紅白色となる。軽井沢町と接する三代田町の木をしまんでは水中に、プラナリアや川ゲラが見られ、濁った水ながら水質はきれいな部類に入る。しかし、下流の作史と接する三代田町の大台では、水の色が黒みがかった紅白色となる。 家庭からの雑排水が流れ込んで、水質汚濁が進んでおり、昼や水虫も見られるようになる。島の鉄道線の線路をくぐると分水して、三代田町や佐久市に広がる農地への灌溉用水として利用される。小さい川ながら流域の農家にとっては灌溉用水の水源として重要な川であったが、鉱物質の沈殿物質が水筒稲作に悪影響を及ぼすことが明らかとなり、 水田管外用には使用されなくなった。広大な農地を潤すのに、濁り川の水だけではまかないきれないことから、江戸時代の慶安年代に、千ヶ滝を水源としている、用水路から水の供給も受けている。ありがとうございます。